さて高血圧に関して少しばかりお話ししたいと思います。 この,この間、あの動脈硬化、狭心症の話をしましたがもちろん動脈硬化があるとき狭心症があるとき血液が高くなる可能性は本当に多いです。で、そのようになろうとしたら動脈硬化が治らなければなりません。動脈 効果がどのように治ったら治るのかは説明いたしました。でそれから私たちが普通言う高血圧は動脈硬化がなくてもそのできるその高血圧です。このような高血圧原因が何であるか少しはっきりしない高血圧を本体性高血圧と言います。本体性元の 本体性という言葉は本来の状態だということです。それほどもう病名変なおかしなその病名はおかしいです。で高血圧なのにどうした本体性なのでしょうか私が医科大学にいた時この原因がよくわからない高血圧は年を取るとみんな年を取る。 と思っていたた時がありましたそれで人のもうあの正常血圧が年に90を足したら正常の血圧が出るだから66歳だったら正常の高血圧は150だそういう話にもならないそういう教えを受けた時があります実,実私が医科大学にいて いた時1960年代初めですがその時でもそのように抑えましたしかしだんだん分かってみますと年が高い人年を取った人はもう120が正常であるということが分かりましたそして本当に健康な人たちは血圧が上がりません7080歳になってもだから本当に健康な人は よく見ますと、特別に健康な生活習慣を持っている人がそうです。だから、皆さんご存知のように、今まで習ったいろんな病気が遺伝子の変質によってきますが、結局はそれは、 遺伝子の変質によってきますがこれそれは結局は生活習慣病だという話は皆さん理解していると思います。だからこの生活習慣によっていい生活習慣を持っている人は年をどんなにとっても生活習慣病にかかりな,ないで遺伝子も変質されないのです。だから 高血圧にもかからないのですそれではこの間違いなくこの生活習慣にこの問題があるというのを私たちが知るようになります。だから本体性高血圧というのは生活習慣そのものに問題があるのです。だとしますとそれでその生活習慣そのものに問題があるにもかかわらず すべての人がみんな似たような生活習慣を持っていたらすべての人がみんなどんどんその血圧が上がるとそれが正常取り扱いを受けるのがちょっとおかしいのではないでしょうかそういう社会に私たちが住んでいますそれでこのだから すべての人がみんな非正常な生活生活習慣を持っているのでこの生活習慣病で血圧が上がりますがみんなが同じように食べてみんなが同じように塩っぱくてもう辛いの3枚肉ブルゴギカルビとかも食べて運動もあんまりしないでそのようにしますとみんな同じように一斉に血圧が上がるのでそれが その原因が生活習慣にあるにもかかわらず、まるで原因がないかのように、そのように感じるので、本体性高血圧という病名がついたのです。だから、今、高血圧の薬がどれほどたくさん売られて、どれほどの人たちが高血圧の薬を飲んでいるのでしょうか。ところが、 血圧の薬では生活習慣が治らない限り高血圧は回復することはできません。ですから血圧の薬を食べ始めますともう死ぬまで食べなければならないというそういう言葉が出るのです。血圧の薬は一度飲んだら血圧がもう,もう落ちてもう死ぬまで もうあのその薬は血圧の薬では高血圧を治すことができるのないので死ぬまで食べなければならないという話であってもう血圧が治りました生活習慣病が生活習慣を治しましたそうしたら血圧が落ちますそうでもあるにもかかわらず今まで死んだから死ぬまで飲みなさいそういう ことはありませんしかし患者さんは大体そのように理解しているようです。医者はそういう意味そういうい意味で言ってはいませんがだからある人は入院しにして入院して血圧が落ちたのに血圧の薬を飲んでもう倒れます血圧があまりにも低くかって皆さんそういう愚かな考えはしないでください。 だから皆さん、血圧が高くても、ニューサートをすれば、血圧は自然と落ちるようになっています。本体性高血圧に一番根本的な問題としては、ストレスです。そうですね、それを受けない人はどこにいるでしょうかストレスです。ところが、ストレスが血圧を高くする。このように、 常識的に全ての人たちがみんな知っているのは事実です。そうであるにもかかわらず、ストレスをそれほど深刻に考えない理由は何であるかと言いますと、統計的に高血圧はいつ高血圧だかだと言うかと言いますと、例えば正常の血圧を、 正常の血圧を110から70としましょう。あるいは120から120に80としましょう。高血圧という診断が落ちるのは140に90です。140に90まで上がらない場合は、高血圧だと言いません。医学的に。 それ,それでストレスを受けましたその次しょっぱくまた辛いものを食べたそうしますと110であった人とのその血圧が1 1 2以上に上がりますでもまだ高血圧ではありません140まで行ってないので高血圧でないというのですだから人たちがどう思いますかああもうしょっぱく高血圧 そういう辛いものを食べても高血食べたら高血圧になると言ったのに私は例外だそうもう,なもうそうであるはずだ私はもうしょっぱいもの辛いものを食べてもいいそれでも高血圧にならない人だとこのように思いってしまうのですだから私はあ運がいい人だどれほどしょっぱいもうその辛いもの 食べても高血圧にならならいしかし血圧は少し上がるのは上がりますかはいでこれにもうしょっぱいまた辛いものにこの中に油を3枚肉油揚げを食べたとしますと皆さんご存知のようにその血液が粘っこくなって赤血球がくっついて結局は 血液循環がうまくいかないで毛細血管が詰まります。毛細血管が私の何パーセントが毛細血管にあると言いました私の血液の80%、80%が毛細血管にありますが、その脂っこいものを食べますと、もうたくさんの毛細血管が詰まります。そしたら血圧は上がりますかはい。それで110であった人が 三枚肉に辛いもの、もうしょっぱいものを食べて、ここまで上がるかと、132まで上がります。それでも高血圧ではありません。違います。だから、ああ、もう、もう辛いもの、しょっぱいものを食べて、もう脂っこいものを食べても、私は高血圧にならない。そのように人たちが考えるようになって、 もう,もうただごとのように思います。生活習慣少し悪くても高血圧にならない。このように思うのです。だから人々はもう重い存分、もうどれほども塩っぱいもの、もう辛いもの、もうカルビを食べて、三枚肉を食べて、私は高血圧にならない人のように思ってしまうのです。それにまたストレスを少し受けて、 夫婦見解して進みますとこれがど,どこまで行きますか ?136 まで行きます。でもまだ高血圧ではありません。だから私は高血圧にかかる人ではない。高血圧のかかるいろんなことをやっても高血圧にならないのです。わあ私は ものすごく運のいい人だと、大半の人たちがそのように考えながら、思い存分、その、もう、もう、辛いもの、しょっぱいもの、カルビも食べて、油揚げも食べて、もう全部するのです。そうしていますと、年をが取るにつれて、50ぐらいになると、おーおーおおもう、今度はもう140まで上がるのです。 それはどううししてでしょうか生活習慣は全然変わっていないのに昔食べていたものを全部食べていて全部しているけどどうして上がりますか老化現象があるけど老化現象があると上がりますかそれは年を取ったら上がるということですからそれは違うと言ったじゃないですか。 70になっても生活習慣さえ健康だったら皆さん、正常です老化するからと血圧上がるのでは決してありません、分かりますかそれはどうしてかと言いますと年を取りにつれて人はだんだん運動をしないで運動をしませんと何がだんだんとなくなりますか毛細血管がだんだん,だん,だん,だん萎縮します。 かかりますか毛細血管がだん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 ん萎縮されますと若い時はもう運動もしたりしますが毛細血管がよく発達していて血圧があんまり上がりません毛細血管がよく発達しているので,で年を取りに連れて運動をしないで辛いものしょっぱいもの脂っこいものを食べたら毛細血管が どんどん早く縮小します。そうしますと血液が行くどころがありません。そうすると血液が動脈,動脈に集まるので自然と血圧が上がるようになっています。だからこの毛細血管がどれほどよく広がっているかというのが 血圧が上がるか上がらないかの決定的な役割を、影響を及ぼすと見ることができます。そうであるならば、どういう結論が自然と出るかと言いますと、どういう結論が自然と出るか。出ますかそうしますと、毛細血管は、もっと 広げてあげたら、伸ばしてあげると、血圧は落ちるじゃないですか。簡単です、皆さん。医学というのは、もう優しいです。ガウン着ても、こう、もう、厳かにしていると、少し難しそうですが、皆さん、少し考えたら、とても優しいです。ああ、その毛細血管が、年を取れて運動しないですると、毛細血管がなくなって、血圧が上がるようになっているんだ。 そうだったら簡単だ。毛細血筋だけ少し伸びるようにしたら血圧は昔のようになるだろう。ところが、運動の中にどういう運動が毛細血管を拡張するのにいいですかストレッチングです。ストレッチングをして食物に脂っこいものないでしょう。健康食するでしょう。 歩く運動するでしょう歌を歌うでしょうこのようになると、血圧は自然と、自然と落ちるようになっています。わかりますか血圧が落ちるのはあまりにも優しいです。はい。どれほど簡単でしょうかだから、ニューサートに来られて、まあまあ、もう、 普通、大半の方の高血圧は優しく落ちます。入札に来て、最初の日から生活習慣が完全に変わるので、食物も、また運動して、ストレッチングして、だんだんだんだ血圧が下がります。そうすると、もう、血圧、その高血圧の薬をどんどん落として、もう、もう忘れて飲んでなくても、もう、血圧測ってみたら正常です。 だから高血圧という病気はこの本体性血高血圧というものは入札をすればそれは必ず正常に戻るようになっています。治療がいりません。それほど生活習慣一つで戻ります。だから皆さん。 高血圧にかかったら、わあ、私は死ぬときまで薬を飲まなければならない、どれほど情けないでしょうか、それと情けないと思う必要が全くありません。全くありませんそれから、皆さんが今回分からなければならないことは、この血圧の数字が2つあります。そうですね。 上のものと下の上と下もう少し上と下といったら少しあれ上のは何ですか数字が上のという,というのは心臓が血液をパッともうしゅもう萎縮してそのいす時 最高の圧力を血管が受けることです。血圧というのは血液が通るとき圧力を測定するのが血圧です。だから一番高い血圧,圧はいつ出ますか心臓がパッと萎縮して血液をポンプするときその萎縮したときの血圧へと 血圧なので、萎縮期の血圧といいます。下のものは何ですかこれ,これが一番もう最高血圧とも言います。下のものは何でしょうか最低血圧です。一番低,いことので低くあることのできる血圧。この血圧が血管に一番多いとき、 最高になります。最低は血液が血管の中に一番少ない時です。簡単です。もう本当に優しいです。医学は。一番少ない時。じゃあ、血液が血管の中に一番、その、少ない時は心臓が拡張するとき。心臓がどうして拡張しますかどうして拡張しますか 血液をそのポンプしたので血液を裏門から呼び戻してそういう時は拡張しなければなりません呼びをしてそれから裏門を閉じてそれから正門を開いてポンプしますそれで心臓は続けて正門にポンプして それから裏門から血液を受けます。シュッュッ、シュッシュッ、シ,シ,シュッこのようにするのです。わかりますかそうしたら、だから心臓が拡張をたくさんできるほど血管の血液は少なくなります。少なくなるほど血圧は低くなります。 かかりますす優しいですそうしますとある人の血圧を測りましたさてイーサング博士はそのイーサングは血圧は11270です他の人の血圧を測ったら132の95だ そうしますと皆さんこの70と95はどういう差がありますか私説明しましたね誰の心臓がリサング,リサングの心臓がもっと拡張しますかだ誰の心臓がもっとよく拡張しますかリサング心臓がよく拡張します拡張をたくさんするので 血管のに中にある血液をもっとたくさん受け入れるので血管の血液が少ないので血圧がもっと低いのですだからこの人は95なのに E3、E3 は70しかならないでこの人はどういう人であるっていう結論ですかどうして95その拡張器下のものが高いですか下の血圧が 答えはすでに出ているのではないでしょうか皆さん答えをもう作り出そうとしないでください。はい。誰も知らないでもどうして答えを作り出すのでしょうか私が答えを全部皆さんにお話ししたのに。さあ、もう一回しましょう。皆さん本当に頭いい人たちですが、これ健康の問題になると。 も頭、悪くなります。も世して、成功して、お金稼ぐのは本当にすごいですが。この体がどのようにこう、回るのかこんな簡単なもの、はい。心臓が裏門を、開けて、血管にある血液を、拡張して、より大きく、 受け入れるように拡張をもっと良くするほど、その血圧は落ちます。それ拡張器血圧がよく落ちます。E35 は70なのに、この人は95です。そしたら、どういう話ですか心臓が弱いと言わないで、どうして作りますか答えは全部出ています。拡張を ちゃんとできないのです。拡張できないので裏もその開けて十分に血液を受け入れたら拡張器の血圧が落ちなければならないのにこの心臓は拡張ができないのです。拡張がうまりできない心臓を持った人は拡張器のその血圧が高いです。わかりますかそしたら拡張器の 血圧が高い人、この人の心臓は拡張がうまくいかないという結論を出すことができます。そうしますね、拡張がうまくならない心臓はどういう心臓ですか拡張がう,うまく、拡張をちゃんとできない、拡張をうまくこう拡張しないその心臓と差が何ですか機能が弱い。はい はいはい、皆さん、拡張が良くなるのは、よく、心臓がよく、はい、伸びる。優しく話してください。昨日と言わないで、<laughs> よく伸びる。伸縮性がある。拡張がうまくいかないので、あんまりこう伸びない。拡張できない、そういう。 状態だこれがはっきりした答えですもう有識そうな答えはありませんがだから皆さん拡張器の,その血圧が高いのは心臓がこう伸びないようになる心臓だから他の言葉でもっと優しい言葉で言いますとその心臓は少し硬いです。 優しく考えたら本当にわかりやすいです。この人の心臓はちょっと硬いです。狭心症のある人たちは主に大体いい心臓が硬い人たちです。わかりますかさて、それではどうして硬くなったのでしょうか例えば、リサンゴ博士は リサングはこれ、硬くなりましたが、これ、筋肉、硬くなってません。柔軟性があります。ところが、硬くなった、硬くなってないというのがこの差は何でしょうか毛細血管がよく伸びている筋肉は、柔軟性のある筋肉で、毛細血管が ちゃんと伸びてない人は、このぐらい言っても、ああーとします。痛いのです。毛細血管がよく伸びてないので、酸素供給が十分にならないので、そうなのです。だから、柔軟性のある人は毛細血管が全身によく広がっている人たちである。だから、 毛細血管がよくこう伸びてないといつも腰が痛いです腰が痛いということは結局この筋肉ですね筋肉ありますね脊椎,脊椎がありますね両側に何がありますか両側に座っていると何がありますか筋肉がありますこの筋肉はどういう筋肉ですか この筋肉は骨盤から始まってバーッと伸びて脊椎両方に行ってここにつきます頭で脊椎だけあってこの筋肉がなければ脊椎がどうなりますかこうなりますこ,うこの筋肉がバーッと伸びているのでそれで、はい、姿勢を正しくすることができますだから脊椎を左右で 支える筋肉ですこの筋肉の名前を皆さんが好きな名前です <laughs> あの。ロース、ロース、食べ物の牛のロースとかロー,シロースですね。この外側にあるロースで中にあるのがまた2つあります。柱4つが脊椎を真ん中に置いてパッと支えているのです。だから いやそれが皆さん言わなくても分かりますね。それは <laughs> うちの,あの腰が痛いということは結局もうそのもう中の筋肉外の筋肉背中の筋肉がよくないということです。さてだから 結局は毛細血管、腰、だからストレッチングがありますね。はい、こうするの。で腰をこの運動をしてください。そしたら毛細血管がもう腰を強くするためにはたくさん歩かなければなりません。この歩くというのがもう背中の筋肉をよく発達させるものです。 で歩くのはもう、もう、中の背中の、また中と外の,その筋肉が、この歩くと両方の,その筋肉がちゃんと刺さなければなりません。しかし皆さん、どんどん寝ている人たちは、この背中の筋肉が弱くなります。内の背中の筋肉と外側の背中の筋肉、働く必要がないから、この重い、 頭の <laughs> 重い頭がいつもその,その枕の上にあるのでだん,だんだん働く機会がないのでだんだん退化しますだから皆さん歩く運動が大事なのですさあでこのようにこの心臓も硬くなった心臓はどういう意味ですか毛細血管が十分に行き渡ってないそういう心臓ですそういう心臓は どういう心臓かと言いますとどうしてそのようになったでしょうか運動不足です運動不足運動不足に脂っこいものをたくさん食べてもう同じ話ですまた特に心臓がああっと固まるのはどうしてでしょうかこうあのなんかこう 解消しないで心に何か詰まっているとき男が何何そんなまばと終わったらそれ大丈夫ですがある人たちはどうしますか心の中に秘めてですねああ,の日あ,あそうですかあの家そうですかあ,あちょっとああそうではないそうですああもう 心がもう傷んだり傷ついたりもうあんまり口が少ないようです見,こう見るよりもう語るべき話があんまりないようですだからここでここでちょっとこうつまあの罪あげど,どん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 蓄積されるのではないでしょうかだから 気分,な気分悪い話を聞いたそしたら心の中であ,あーとしますと心臓が固まりますだから本当にですねこうですリ・サングがよく眠って血圧を測ったら110に70ですが1時間のうちに測ったら140に 6時になったうわあそしたらこれ1時間の間何したことですかあれ見ますと心臓が萎縮ももっと強くして拡張ももっとたくさんしましただから血圧が落ちたでしょうはいもう70から6時にいたです これは拡張をたくさんしたという話です。1時間の間何をしたんですか ?1 時間の間何をしたので心臓意識もたくさんして拡張もおっしゃっている。こうやったでしょうか運動しました。1時間の間。それで運動をするとき心臓が拡張を良くします。運動をするためには運動をしますと血液をたくさん送らなければならないので たくさん送るためには、血液をたくさん受け入れなければなりません。はい。そうですね。だから、たくさん送り出すために、たくさん受け入れるためには、拡張をたくさんしなければなりません。だから、硬くなった心臓を柔軟性のある心臓にする方法は何しかありませんか運動しかありません。それで、 運動も,も、心よく、気分すっきりするような運動、運動しながら、こいつを、もう、こう、そうしますと、これ、うまくなりません。だから皆さん、すべてのがこの心にかかっています。心が、もう、柔軟性があった。 心で、運動するべきであって、心はこんなに曲,げているの曲がっているのに、入ュとしなければならない。仕方ない。これは、もう、よく釣り合いが、その、バランスが取れてません。だから、それで皆さん、こういう場合を少し見てみましょう。その次の日、朝、よくてむって、100、1時間後に、やったら140に、 82です1時間の間何しましたか ?1 時間後に心臓が起きた時よりももっと拡張をよくできませんもっと固まりました1時間後に1時間の間何しましたかストレスをもう受けました気分の悪い電話を受けま,取り受けましたもう家内にも 怒りました。もう怒ることがありました。そうしたらそうなります。だから心臓も本当に敏感に皆さんの心の状態によって反応します。さて、このようになりますと、このようになりますと、少し矛盾ができます。たくさんポンプしますが、血液を十分に もう正門には血液をもっとたくさんしなければならないのに、裏門から入る血液が足りません。そうしますと、需要と供給のバランスが取れなくなります。そうすると、心臓がどうすればいいか分かりません。もう、本当にこれ、ストレスを受けているので、たくさんポンプしなければならないのに、拡張がうまくならないのです。それで、 血液を十分にポンプできるようにその吸わなきゃその入れられるということができなければ心臓がも,うもっと拡張をしようとして自然にどういう現象が起こりますか不静脈の現象が起こりやすいです。拍動が規則正しくなりません混乱の状態に入ります。それで不静脈が来る可能性があります。はい それでですねこの精神的なストレスを続けて長い間受けている時は心臓に不静脈ができる可能性があります。そ心臓が不規則に打ちます心臓が不規則になるということはこういう心臓の移植と拡張において問題がバランスが もう合わないというそういう意味となり得るのです。だから、ですから、心臓が硬くなったということは、結局は心臓そのままに、のの毛細血管があんまりよく発達していない状態だ。だから、もう落ち着いて、いい心を持って、 ところがこれをもう恐れたりふうふうそうなりますともっと縮んでしまいます。血管萎縮がもっと早く来ます。だからだんだん良くなくなるのです。だから私たちはこの確実なものを知らなければなりません。ですから、ああ、入札をしたら これが良くななるるようになっているだからちょっと痛くても心を落ち着かせて安心してこうする時バランスがよく合ってくるのですそのようにするためにはもう少し積極的に歌を歌い 私の心をもっと柔軟にするためにその奥さんに褒めてあげたりもしてもう可愛くなったねとか話してあげたりもう,もう本当にもう笑い顔がとっても綺麗です、はい、そうしますと雰囲気が皆さん 雰囲気によって皆さんの心臓が硬くなります。だから雰囲気を柔軟性のある雰囲気に維持する心を持って生きるのが高血圧の治療に助けとなります。はい、だからですからそのニュースタートを本当によくすれば血血圧が落ちないのが難しいです。 ニュ、えーサートもこのおいしくない玄米ご飯ばっかり食べてあこのイチョンの米,の、うん、米がもう濃いしとかもうちょっとしょっぱいもう味噌汁がもう濃いしといったら葛藤が起こりますそしたら皆さんいくら玄米ご飯食べていてもよく落ちませんそしてですねニューサートこれ効かないニューサートが 効果がなないのではなく私の心が協力を心が開かれてないからです私たちの心は私の心体は心と共に行くので積極的にそれが必要なのです私の心がその心理善美しいこと信仰希望愛 そして、命の息で私の心がもこう満たされるのが最も重要なのです。さあ、それで皆さん、本当に私がニュースタートをよく学んで、よく考えてみますと、この宇宙の中には、 今日私が朝の時間どういう言葉をお話し,しましたか?「大気」という言葉を使いました。「気は気ですが何の気ですか?「大気」だ。 この大気に関して皆さん知らなければなりません。大気というのは今まで学んできたその命の生き、生命、命、こういう人に該当するものだけが大気じゃなくて、本当に大気というのはこの宇宙に満ちています。それでもっと 科学的に皆さんがくはっきりとこの大気、気の存在を科学的に認識してそれでその気の中で大気の中で全てが回復されるのを理解しなければなりませんそれではこの世に存在しているこの世に存在している 全ての物質は物質の最小単位は何ですか原子です原子と言います原子事実ここに米が1粒あって砂糖がもう子供たちが食べるもうメがあるとしましょうこれ分析し,ましてみますと原子のレベルでは みんな同じです。炭素、酸素、水素。それです。こっちも炭素、酸素、水素。これを、この原子をどのように固めたのかによって米になったり、飴になったり、キャンディーになったり。はい。 このれは本当に分かってみると本当に簡単です。原料が同じです。皆さんも私もみんな分析して,みしてみますと何が出るかご存知ですか炭素、酸素、水素、窒素、カルシウム、リン。同じです、原料。 実はそうです。アパートを建てるとき材料同じですか？はい、同じですがどのように作るかによって変わらしかありません。本質は同じです。全く。ステッキコンクリートとも内容も同じです。リーサング博士は少し他の材料で作られている。いや全く違います。皆さんと全く同じです。それで。 すべての物質は原子の種類が今100 120ぐらいになりますかとにかくその原子の種類がそれほど多いですがその原子を何と何で指定するとその水になります水素2つと酸素1つになると水になりますそして本当に不思議です 水素も気体で、酸素も気体です。気体同士でこうつけると液体になります。これはも不思議ではないでしょうか。でそういうのを学ぶのを私が科学と言いますで。そういうのを学んでみますと、本当に不思議になっています。それで、いくらもう米粒でも髪の毛でも。 全部分析してみますと全部原子が出ます主に炭素原子が多くて炭素水素もう炭素水素酸素が多いです原子の構造を見ますとどうなっているかといいますと一番真ん中に何がありますか原子核があります原子核がありこれ原子核の周囲に何がありますが電子というのが このが回っていますこの,このその電磁があまりにも速く回るので飛行機のプロペラ回るみたいにこのように見えますでこの原子核を拡大してみます原子核この小さい核を拡大してその中を見てみますとあ核の中にこういう中性子 陽性脂という粒子が入っています。はい。ところが、驚くべきことは何であるかと言いますと、実は皆さんがここでこの写真を見て、驚かなければなりません。おと驚かなければなりませんいや。一人も驚きません。実は私は、 驚かなければならない存在ですが、驚かないでいる、愚かる者です。何か分からないので、驚きません。見てください。ニュートン、イギリスの物理学者、アイザン・ニュートンという人が何を発見しましたか万有引力です。で、この人が誰も驚かないのに、 驚きました何を見てそのこうそのリンゴが落ちているのを見て誰が踊りますかみんなはリンゴが落ちるとああリンゴが売れたんだこのように言いますニュートンもリンゴが落ちるのを見てああリンゴが実ったはあ おちょっと驚きました。どうしてリンゴが落ちたんだろうまたと、また落ちるのです。お皆さんまだわかりませんね。アイザン・ニュートンが何を発見したのそれを聞いても、ちょっともう落ちません。これ落ちないべきものが落ちるのです。 落ちないいべきのものもだとはなんとはううことでしょうニュートンが知っているのは全ての物体は動くためには自分で動くはずはありません。どうして物体は自ら動くのでしょうか全ての物ものが動こうと思ったらエネルギーが働かなければなりません。<laughs> だからリンゴがおそこについていて落ちるためにはこのリンゴが移動しなければなりませんリンゴはここから地に移動させるエネルギーがあるのですそのエネルギーがなしには自分が売れても売れなくてもその場にも腐るのは腐ってもうそうならなければなりませんそれニュートンが そのエネルギーに関しては全然考えないで、この物理学者,物理学者なんて、すべてはもう動く、もう下にもし上にも下にも横にもそういう力もあり、これは引っ張る力があるから落ちるんだ。売れて落ちるのではない。どれほど売れても引っ張る力がなければ移動しません、リンゴは。そうですね、はい。 これを見てニュートンは驚きました。うわあ、この血がリンゴを引っ張っている。この空間に何もないかと思ったのに、エネルギーが作用している、働いている。それで万有引力です。皆さんの体の中に何にもないと思っていますね。しかしエネルギーが働いています。同じ原則です。 ところがそのエネルギーを知っていればそのエネルギーの存在を発見して悟り始めますと人がもう,もう,たもうそのままいることはできません。うわこれサンゴがニュートンだとしますと誰に行きますかトングに行きましと。トングに。ねトングン。おどうしてリンゴが落ちるかわかるかトングンが何と言いますかもう少し。 本気がおかしくなったんじゃないか頭が。それでまた、あの、女,女子の友達がいると、ユラ、どうして落ちたか分かると言ったら、何あれあれ少し,し病院に行ってみてください。もう売れたから落ちるのじゃないですか。サンゴさん少しおかしくなったんじゃないですか この力を知らない社会に私は生きているのです。知らなければならないその力を知ればすべてがその理智が理にかなうのです。力を知らないので全部偶然だと思うのです。もう売れたら落ちるので売れなかったら落ちない。このように考えるのです。話になりませんが、その話にならな,らならないのに私は話になる と思ってて錯覚しながら生きているのですそれで皆さん多分ニュートンがこ,れこの絵を見たならばもう気絶するぐらいだったでしょうなぜでしょうかなぜでしょうかこれはですねありえないことですこれが維持されていることはありえないことですどうしてでしょうか 中性子は電気を帯びてないので、中性なので、プラスでもマイナスでもないので、中性子と呼びます。で、それは大丈夫です。で、ところが、このピンク色は、粒子は何ですか陽性、プラス電気を帯びています。プラス電気を帯びている粒子が近づくと、必ずどうなりますか お互いにこう弾きます。ところが弾かないじゃないですか。どうして弾かないのでしょうか。それはもう本当にもう気絶するぐらいのものです。これは物理学者たちはこれを見てびっくりしました。陽性子を発見して原子の,の中に陽性子が 近づいてくっついているということはもう本当にもう気絶するぐらいのショックですしかし皆さん全然そういうしますねあれがくっついている可能性あれはくっついていることができません決してもうそのリンゴがもう落ちるようになっていませんその落ちる理由は 引っ張る力が存在しているから。そうしますと、ここではどうして落ちないのでしょうかどうしてお互いにパッと弾かないのでしょうかどうしてでしょうかもう弾き出るようにしない力があるのです。これを絵を描きますと。 これを見ますと。目に見えない力ですが。この陽性意が。こうお互いにパーッと弾き出します。だから。皆さんが。 今、皆さんの,その席について、もう楽に抗議を受けていますが、爆発もしないで、どうしてこのように座ってますか誰かが爆発しないように、こうしているのです。だから、この力がなければ、リサングもいないし、皆さんもいません。パーッとみんな、粉々になります。 だからこの力はすべての存在が物体があるようにする力ありますね。はい。そうですね。第一存在していなかったものがこのパーッとなったらどうなるかご存知ですか 爆発しますと、すべての物体、人間もすべての物体は何になるかと言いますかと言いますと、コークになります。コーク。この陽性子の中にはコークがあり、中性子の中にもこのコークがあります。このコークがもう優しくいると、あなたもコーク、私もコーク、みんなコークです。 猫もコーク、この世の中に存在する全ての物質はコークです。だから、この力が存在しなければ、この世の中の何かが存在することができません。みんな粉々になって、みんなコークだけ、みんなこう、至るところにあるようになるでしょう。どういうことかわかりますね。この見えない、この偉大な力があるので、この 偉大な力を何と言いますか大気皆さんが息をする大、はい。この大気の中に何がありますか大気があります。分かりますかだから、大気という言葉の意味分かりますか本当にこのようになっています。 だから皆さん、行ったり来たりしていますが、神様はいつもつきまといながら何しますかトングンさんが爆発しないのに、トングンの帽子もお金でも買いましたね、これ爆発したらいけない。この力の中に、この大気にある 大気のの中でで私はは生きていいるのですすかかりますか、はい、だから皆さん、特にこういう力は物理学的な力です。この粒子,粒子は考えがありません。ただこれは一つの神様がやらせるままになっています。 ところが私に何をくださいましたか選択の自由を与えてくださいましたその待機が譲っていますはい待機が譲ると病気になることもありえますだから皆さんさてここに働いているこの待機この大きい力これはものすごい力です はい、この力この目に見えませんが間違いなく存在する力この力は第一ないものをあるようにする力ですだからないものをあるようにする力を何と言いますか想像力と言います,そ,うです、ね、その次ないのをあるようにするだけじゃなくてあるものをお互いにこう離れないように 分散されないように分かれないようにこう集めて集める役割をしますねそして維持させますねそうですねお互いに弾き出してこう分かれようとしていますが分かれないようにこう集めて存在するようになくならないように存在するようにしてくれて その形を現在の形を維持しようとする意思がここに見えませんか皆さんはいその意思この意思はどういう意思ですかその分かれないでお互いにくっついてあるようにし維持しそれはどういう意思でしょうか 皆さ,ん皆さんが愛しますと亡くなったらいいですかこの、うん、存在しないとだから分散してもう散らばったらいいですかい,いえ集めませんと壊れたらいいですか維持されたらいいのではないでしょうか維持して集めてあるようにし存在するようにし そういう力を、その力を私たちは何と呼ぶことができますか愛と呼ぶことができるのではないでしょうかはい。だから、これは愛も知らない粒子にすぎませんが、結局はこの大気は、大気の中のその大気は、愛という大気が、 すべてのものを存在するようにしますすべてのものを維持させますすべてのものを破壊した破壊したり分散しないようにこう集めてくれますその大気の中ですべてのものはすべての遺伝子は また再び正常な構造を維持することができるのですだからだから皆さん結局は高血圧が何とかでも自家免疫症が何,何もどうとかがんがもうあれこれとか言っても結局は 何の中で全部解決されますかこの大気の中で。大気。その、すなわち、大きい慈愛、愛の中で。だから、その宇宙は目、もう、こう、目を開けてみますと、宇宙は愛の塊だということです。はい。 ああもう今お腹空すいてこれ以上できなさそうです <laughs> さてスししう「スタートしましょう」「ビックリすることが起こります」 しましょう。健康食をしましょう、健康食をしましょう、びっくりすることが起こります、健康食をしてみてください、運動しましょう、運動しましょう、びっくりすること。 運動しましょうきれいな水を飲んでくださいきれい,きれい水を飲みましょうびっくりすることが起こります清水を飲んでください日光を浴びましょう日光を浴びましょう 驚くべきことが起こります。日光浴びましょう。節制をしましょう。節制をしましょう。びっくりすることが起こります。節制をしましょう。きれいな空気を吸いましょう。 深刻コク、キな空気を吸いましょう。びっくりすることが起こります。キれいな空気を飲みましょう。休息を取りましょう。休息を取りましょう。びっくりすることが起こります。休息を取りましょう。 神様を信じましょう。神を信じましょう。びっくりすることが起こります。神を信じましょう。ニュースタートしましたらニュースタートしましたらびっくりすることが起こりました 「ぬさとしましたらぬさとしましたらよ